どうも、シンガーソングライター岡崎翔です。今日はですね、こちら本庄剛の秘密基地に来ておりましてですね、こちら猫のおもちゃ買ってきました。はい、ちょっと動画撮りますね。キャットトイ、ピューッと走るネズミということで、ね、ネズミのこれおもちゃですね。はい、これで、これが走るみたいですね。猫のおもちゃ、おお、尻尾が動いております。姫、ちょっと大きくなってんな。ちょっと大きくなりましたよ。はい、こいつでちょっとどんな反応するか。おっとっと、姫姫姫姫、お前うんこ取ってくれた？うんこ取ったと思いますよ。取った？取ってないですかね今日。姫、反応ない。ちょっと回してよ。ちょっとどう。しのきくんです。はい。あ、捕まえました。捕まえましたよ。これは。お。でもちょっと薄いな、反応が。ね、思ったより薄いですね。思ったよ。お、そこから加え、お、お、いいやん、でも結構違いました。合わなかったと。あ、微妙ですね。まあ止まったらやっぱり反応全くない。ちょっと完全に回したろ。きれい。ああ、そう、捕まえました。うん、おうおうおう。あ、でも、お、ああ、なんか急に興味をなくすね。はい、以上。あ、ちょっとエニシ君やってください。はいはいはい、はい。これはね、どうでしょう。思いっきり我慢して。ちょっと興味持ってるよね。投げるぐらいで。あ、持ってますね今日。開きました。あ、でも、お、もうちょっまあまあまあ興味持つね。まあまあ、まあ、まあいいね。ちょっとまた、お、なんか狙ってるぞ。なんや、わ、姫。はい、以上です。はい、ありがとうございました。姫ちゃん、姫ちゃん、さようなら。おお、おお、なんか、あ、ちょっと子供やからあれやな、子猫やから食わえない、食わえれない、食わえたらなんかネズミみたいにできそう。お、おお、あ、今なんかなかえ、結構でも興味持ってんな、やっぱ本能なんでしょうね。うん、まあ、本庄さんがトイレを準備しました。はい、ありがとうございました。それではバイバイ。